こんにちは、冬晴れの暖かい日が続く房総半島です。とっても暖かいので庭仕事にぴったりだと思って、今日から庭仕事始めしています。こちらの花壇を2つに、区切って、ちょっと坂道、緩い坂道になっているので土留めを使って、区切り2つのガーデンに区切っている作業をしています。で結構これプラスチックなんですけど、あんまりプラスチック使うのね好きじゃないんですけど、結構便利ものなので、今回はこれを使って、ちょっと土止めをします。でこれがいいのは、これは某ホームセンターに売っておりますけれども、こんな風に、ね、ドッキングして結構こうコーナーとか曲線とか描けるから結構便利かなって思います。でこれをカインズはね20枚組で1780円ぐらいでした。でこれはですね、木槌とか使って、しっかり止めていきます。私は適当なのであんまり水平とか測ってやってませんけど、こんな感じで、土留めができますので、そしてこの土留めと土留めの間を少し、歩いて、ガーデン作業ができるような感じにしてみます。ではまた後ほど。